こんにちは。今日はクローバーの編み方を紹介したいと思います。はい、こんな感じで入れ物の方に生けてみました。三つ葉だったり四つ葉だったりを、編んで、そして、お花の方ね、白爪草を編みました。白爪草はこの、中から少し緑が覗いているのが、可愛いかなと思いますので、最初に丸いものを編んで、そこに花びらを編みつけていくっていうやり方で編みました。はい、こんな感じで編んでいきたいと思います。材料の紹介をします。お花ですね、白爪草の方は、こちらのレース糸20番を使いました。こういう形の糸でもいいですし、ダイソーさんなどの、100円ショップで売られているこちらの、レース糸でもいいと思います。少し太いですけどね、100円ショップさんのレース糸。そして、葉っぱの方なんですけれど、なかなかいい色が見当たらなくって、こちらのサマーヤーン、もうずいぶん昔の、糸なんですけれど、こちらの糸を使って編みました。レース糸でお好みの色があれば選んでいただけたらいいかなと思います。はい、そしてここの部分にワイヤーが入っています。これは、お花のアレンジなどで使う、こういう地巻きの緑のね、地巻きワイヤーっていうこういうのがあるんですけれど、これの24番もしくは、100円ショップでこういう形の、ワイヤーですね。これが太さが 0.9 ミリでちょっと太いんですけれど、この分にフローラーテープですね、これも100円ショップに、売られていますので、これを半分に切る、ね、細くします。これが1センチありますので、半分で、切って5ミリの幅にしたものですね。これをくるくるっと巻いて、こういう形にして使ってもいいと思います。そしたら実際に編んでいくんですけれど、レース糸ではちょっと編み目がね、見にくいと思いますので、今日は、こちらの、波太のアクリル毛糸ですね、これも100円ショップさんで売られていたものです。これを利用して編んでみようと思います。はい、そして今日はこういう入れ物に刺していきたいなと思いますので、これは100円ショップで買った容器なんですけれど、どんなものでもいいと思います。それにこういう、吸水スポンジですね、これも100円ショップで売ってる分です。中はこう、緑の大きな形になったものを、カッターで切ってで、ここに中に入れて、ここにこう刺していくっていう形になります。そしてこの緑が見えないように、ちょっとこういうね、これも100円ショップで買ったものです。ガーデニンググッズということで、ココナッツファイバー、こういうね、もしゃもしゃしたものが入ってます。これをちょっと足元に入れて、緑を隠したいと思います。はい、そしたら材料はこれだけかなと、ボンドとかね、ハサミとかカッターなどがいります。水で紹介をします。はい、最初は白の糸で輪の作り目をします。そして鎖編み1目で立ち上がって、中長編みを輪の中に6目入れます。そして最初の中長編みに引き抜き編みをするんですけれど、その時に色を緑に変えます。そして、白の糸は切らずに手前に置いたままにして色を変えます。またその糸使いますのでね、切らずに、置いといてください。はい、そしたら次は緑で編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、前段の白で編んだ中長編みに、細編みを入れます。これちょっと中長編みっぽいですけどね、細編みです。これ細編みを入れます。そして次の目にも細編みを入れます。その時にここにちょっとちょんと書いてあるんですけれど、筋編みにします。鎖の向こう側の目を拾うようにして、筋編みにしていきます。1目に2回ずつ細編みの筋編みをしていきます。はい、目数の方が12目になります。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。次の段、3段目になります。鎖一目で立ち上がります。ここ立ち上がりちょっと抜けてますけど、鎖一目で立ち上がって細編みを
12名入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12入れて、その時にも筋編みにしていきます。そして最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。ここも抜けてますね、はい、そして4段目もここもちょっと抜けてますけど、鎖編み1目で立ち上がって、今度は2目一度にして減らし目にします。この目とこの目で2目一です。一度にします。その時も筋編みにします。この目とこの目で2目一度、これとこれで2目一度にして、最終の目数を6目にしておきます。そして糸は少し長めにしてカットします。はい、そしたら中心から先編んでいきます。輪の作り目をします。最初は白でね編みます。はい、人差し指に1回巻いて、バッテンになったところを押さえて輪っかを作ったら、輪っかの中から引っ掛けて糸を取り出してきます。はい、これが最初の体勢になります。鎖編み1目で立ち上がりを入れます。ここに中長編みを6目入れます。中長編みはかけて取ってきて、3目針にかかっているのをかけて一度に抜きます。はい、これが1目目になりますね。はい、ここに印をつけておきます。今編んだ目ですね。はい、これが1目。はい、かけて全部抜く。2、3、4、5、6、はい、中長編みを6目編みました。そしたらこの輪を引っ張って小さくしますね。そして最初の中長編みの頭に引き抜くんですけれど、その時に今編んだ糸ですね、これをこちらの方手前にやっておきます。そして中長編みの頭に引き抜く時に色を変えます。新しい色、緑ですね、緑の糸に変えて引き抜き編みをします。はい、こういう形にしますね。そして糸を引き締めておきます。これをこれとこれとぐっと締めておきます。はい、こういう感じになりますね。ちょっと外します。はい、そしたら2段目に行きます。鎖1目で立ち上がりを入れます。次はこの目に、筋編みの細編みをします。1目に2目ずつ入れて増し目にしますので、ここで1ですね。鎖の向こう側の目をすくって取ってきます。1つの目の中に細編みを2回入れました。これ1目目のところに印をつけておきますね。次の目も2回細編みを編みます。向こう側の目だけをすくって1、2と入れます。はい、次も1、2、1、2、これが最後ですね。最後も2回入れたら、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。はい、と印を取ってここに引き抜き編みをします。はい、そしてこの目をまたグッと締めておきます。はい、これで2段目になりますね。3段目は今12目、目ができていると思いますので、その12目の中に1目ずつ細編みを編みます。1目鎖で立ち上がりを入れます。そしてここですね、向こう側の
目だけをすくって細編みを編みます。これが今編んだ目で印をつけておきますね。はい、次の目も向こう側だけを取って細編みを編みます。2、3、4、5、10、11、12編めたら1周回ってきましたので、細編みの頭、印のところですね、ここに引き抜き編みをします。そして目を小さくしておきます。はい、これが3段目になります。次4段目に行きます。鎖1目で立ち上がりを入れます。次は減らし目をしますので、この目とこの目ですねを減らし目にします。はい、目の向こう側の目だけをすくって取ってきます。そして隣の目を取って、針に3目かかったらこれをかけて一気に抜きます。これで1目編めたことになります。はい、次の目、これとこれとで減らし目にします。向こう側の目だけをすくって細編みを編みます。2目一度をします。これとこれとで2目一度にします。次もここと2目一度にします。これとこれで2目一度ですね。はい、最後ですね、この目とこの目を取って、はい、全部引き抜きます。そして最初のですね、印のところの細編みの頭に引き抜き編みをします。はい、これで中心の部分が編めたことになります。そしてこの緑で茎の部分ですね、ここを編みますので、少し長い目に糸を残しておいてカットします。そして抜いておきます。こういう形になります。これはもう中にね入れておいて大丈夫です。ちょっと見にくいのでね入れておきます。はい、こんな感じのものができました。はい、そしたら花びらをね作っていきます。はい、ここの、中長編みの目が6目ありますね。筋編みをしましたので、ここに6目できています。それがここの部分になります。その、筋編みの目に、細編みと鎖編み5目入れていくんですけれど、1つの鎖の中に細編みを2回ずつ入れていくようになりますので、この花びらの数が12枚できるようになります。そしたら花びらを編んでいきます。ここに、筋編みをした目がそれぞれ出ていますね。6目あります。1、2、3、4、5、6、ここに、細編みを2目ずつ入れていくんですけれど、鎖5目を入れながら編んでいくっていうことになります。最初の目に針を入れます。そして取ってきますね。そして1目立ち上がりを入れます。同じ穴に細編みを1回入れます。次、鎖を5目編みます。1、2、3、4、5、5編んだら今と同じ穴に細編みを入れます。これで、最初の目はここに最初に細編みを編みましたね。で、今細編みを編んだので2回入れたことになります。次いきます。1、2、3、4、5、鎖を5編んだら次の目に細編みを編みます。そしてまた1、2、3、
3、4、5、5を編んだら同じところに細編みを編みます。これで1つの穴に細編みが2回入ったことになります。こことここですね。花びらの数はここも1枚ですけれど、次の、ところに渡りますので、2枚になっていくようになります。1、2、3、4、5、鎖を編んだら次の目に細編みを入れます。はい、そして1、2、3、4、5編んでここに入れますね。こういう形で全部編んでいきます。はい、ここが最後の目ですね。はい、1、2、3、4、5編んで細編みを1回、そして一番最後は1、2、3、4、5編んで最初の細編みの頭に引き抜きます。これで花びらの数が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12できたことになります。最初のここ印つけるの忘れましたけど、はい、そしたら花びらの2段目に行きます。2段目はこの、緑がここの緑になります。増し目をしていますので12個筋編みの目ができています。そこに、先ほどは鎖編みを5目編みましたけれど、次は4目編みます。それを、2段編みます。同じことを2回します。はい、そしたら次の段に行きます。このままここへ、引き抜き編みをしようとするとちょっとこうね引きつれたりしますので、このどこでもいいですので適当なところに、入る目のところに引き抜き編みを1回します。そして筋編みのところの目にさらに引き抜き編みをします。はい、ここから2段目を編み始めることになります。1目、鎖で立ち上がりを入れます。そして同じところに細編みを1回編みます。そして鎖を1、2、3、4編んだら次の目に行きます。はい、そして1、2、3、4鎖を編んだら次の目に細編みを編みます。印を忘れました。細編みをした目にね印をつけておきます。はい、1、2、3、4鎖を編んだら次の目に細編みを編みます。1、2、3、4編んだら次の目に細編みを編みます。1、2、3、4これでぐるっと回ってください。はい、そしたらぐるっと回ってきて1、2、3、4これが筋編みの最後の目になるんですけれど、もう1目、1、2、3、4、4回鎖を編んでこの編み始めの目に引き抜き編みをします。よいしょ、ちょっとここね大きくなるんですけどね、はい、こんな感じになります。鎖4目の花びらが12枚編めてることになります。はい、そしたら次の段に行きます。3段目です。はい、また同じようにここから次のこの
筋ですね、ここに行くためにどこか引っかかるところに一目引き抜き編みを編みます、はい、そしてこの筋編みのところですね、筋編みのところに引き抜き編みをして鎖を一目編んで細編みを編みます、はい、最初は細編みだけになりますね。で、1,2,3,4 編んだら次の目に細編みで、また忘れる、ここにね印をつけておきます、はい、1,2,3,4 編んで次の筋編みの目に細編みを編みます。1,2,3,4 編んで次の目に1,2,3,4、これでぐるっと回ってください、はい、そしたらぐるっと回ってきて最後の目になります。1,2,3,4で最後の筋編みに細編みを編みます。そしてもう一目編みますね。1,2,3,4これを編んで最初の細編みの頭に引き抜きます。よいしょ、はい、これで、3段目が編めたことになります。ここからね編んでいってこういう形になりますね、はい、白爪草ってねなんか花びらの間からこう緑の部分がこう見えているのがね特徴かなと思います。これね小さく編んでもここね土台の部分は緑で編んでますので、こういう感じで緑が見えるようにちょっとしたいなと思いましたのでこういう編み方をしています、はい、そしたら次が最後4段目になりますね。4段目はこの最終の、目が6目できていますね。これがここになります。そして鎖編みを3目ずつ編んでいきます。それぞれの、目の中には細編みが1個ずつ入ることになります、はい、そしたら今ここから出ていますのでまたこの目に行くためにがこの辺りすくえるところに引き抜きを返して、そしてこの最後の目ですね、この時はもう全部すくってもいいと思います。引き抜き編みを1回して鎖を一目で立ち上がりますね。細編みを1回編みます。そして印をつけておきます。そして鎖を1,2,3編んだら次の目に細編みを編みます。1,2,3編んで次の目に細編みを編みます、最後ですね、鎖を3目編んだら最初の印のところですね、細編みの頭に引き抜き編みをします。これで花びらが 1,2,3,4,5,6 枚編めたことになります、はい、そしたら白はもう使いませんのでここでカットをします、はい、こんな感じになりますね、はい、そしたら茎をね作っていくんですけれどこの糸始末を先にしておきますね。白糸を適当に
見えないところへくぐらせて始末しておきます。よいしょ、はい、そして糸を切っておきますね。もう中にね入れ込んでいたら大丈夫です。今ここで切りましたけどね、中入れてしまっても大丈夫です。はい、そしたらねこれの始末をしていくんですけれど、穴を閉じる前に、ワイヤーをね通します。ワイヤーの先をこう引っ掛けるようにこういう風にしますね。そしてここに綿を引っ掛けます。こういう感じでね引っ掛けて、そしてこう押さえておきます。これをこの穴からここの穴のところに入れます。はい、そしてまだ少しね綿が入ると思いますので、ピンセットなどで綿を入れてあげてください。あんまりねパンパンにしなくても大丈夫です。はい、こんな感じでちょっと綿を補充しておきます。はい、そしたらこの穴をねこの緑で閉じます。こうすくってこの辺りを綿をね巻き込まないようにね気をつけてください。すくってギュッと締めておきますね。ちょっと緑が残るような感じにした方がいいと思います。そして最終この緑をこの茎のとこですね、ここまで持っていきます。なんか綿がありますのでねちょっとくぐりにくいですけれど、綿を避けるような感じにしてこの中心のところに糸を出してきます。はい、こんな感じにしますね。そして今6号で編んでたんですけど、ちょっと細い方が茎の部分はいいと思います。こういう感じにねして、お花の方が出来上がりになります。と形をね整えてあげてください。